理想は6とかまで行きたいです、ね、僕は減量中も食べてすぐ寝るんですけど、かわいいですね、はい、鶏胸肉を低温調理してます。めっちゃ美味しいです。はい、ということで、無事爆食をね終えまして、もうね昨日かな、はい、お腹いっぱいなったんですけど、まだお腹いっぱいでしょ今。もうな胸焼けなんかあんだけでしょ辛いし、あれも懐かしい思い出、これからはそうです、ね、ちょっとこうねトレーニングもご飯になるということで、そうなんです、はい、説明をお聞きしたんですけども、はいはい、先日ですね爆食を終えて、はい、でも今日から実際に減量食、ダイエット食ですねを開始していくこととなります。でまあ内容としましてはバランスのいい食事を心がけていただきたいんですけど、炭水化物、タンパク質、脂質と、はい、あとビタミンの、ビタミン、で栄養のあるものを体に入れていって、はい、でトレーニングを行って減量はい、進めていくという感じですね。やっぱ食事は大事ですか？そうです、僕思うにトレーニングよりも食事の方が大事かなと。まずタンパク質は、まあ、定番の鶏胸肉、はい、鶏胸肉はあの皮の部分が油になるので、はい、皮を剥いでいただいて、はい、で調理していただくという、はい、で炭水化物は最初は白ご飯、白米ですね、はいはい、でやっていこうと思います、はい。でお二人まあ体重が違うのと基礎代謝だったり一日の運動量が違うと思うので、はい、最初に決めた食事からまあ2週間後ぐらい経過を見て、そこから食事を少しずつ変化させていくっていう感じで。なるほど、はい、で脂質なんですけど、良質な脂質取りたいので調理する時にオリーブオイルを使っていただいて、はい、あと、まあ、たまに牛肉とかも入れてですね、動物性のアルコールも入れていこうかなと考えております、はい、じゃあまずは体重で取る量が変わってくるので、まずはじゃあ自分の体重を測定するところですね。はい、はい、そこからいきましょうか。昨日のでちょっと増えてるじゃないですか僕正直言います、はい、昨日あんな慣れへんもんいっぱい食って、彼も食ってちょっと腹壊しましたゲッソリしてますか。いやね、あんなもん食うたらね、お尻まだヒーフにしてるどのレベルで抜きます？パンツ1枚です。パンツ1枚です。あ、ちょっとパンツちゃんと考えてくればよかったなじゃあ上がっていきます。減ってる75.5 キロ、体脂肪率が 19.5。 19.5 がゆっくり何パーぐらいになるんだろう。理想は6とかまでいきたいです理想はですはい、16.1 キロ、体重 75.5 キロ、はい、食事の内容、量、グラムを決めていくんですけど、まあ、この計算の、方式が体重1キロに対して何グラムのタンパク質を取るか、何グラムの炭水化物を取るかという計算をやっていくんですけど、今日から減量開始で、初めからですねあのカロリーを抑えてしまうと体が防御反応を起こしてしまって停滞して体重が減らなくなってしまうので、最初はある程度の量を入れていきます。なので今日からジンキさんに取っていただく量が、白米を 200g、皮を剥いた状態の鶏胸肉を 200g、 そして野菜を、まあ、野菜も後から、お伝えするんですけど、まあ、トータルで 150g ぐらいのお野菜を取っていただくんです。それを1食として、1日4食 4? 食べます4ってなると朝昼晩の間にどこに入れるんですか？朝昼晩夜寝る前なるほど、寝る前ってどんぐらいの寝る前ですか？僕は減量中も食べてすぐ寝るんですけど、かわいいですねそれが幸せなんですよ一週がその全く同じなんですか？それはもう4ずっとその胸肉と、そうですね、じゃあ楽しみというか、はい、そのタイミングだったらこう出てくるのを食べるみたいな。そうはい、もう食べるっていうか入れる作業そのための昨日を最後の爆食で楽しみをもう終えてるんで気をつければ最初の1ヶ月2ヶ月は少なめにしてちょっと普通の生活送れるんかなと思ったらいきなり、そう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 ですね。でそれがまあ食べるのがきつくなる、それがストレスになる場合は、はい、鶏胸肉が牛肉に変わったり、あ、まあ、卵白に変わったり、はいはいはい、魚に変わったり、とりあえずタンパク質は取るっていう。そうですね、はい、で僕の体重が 61.2 キロ、はい、A さんは白米を 180g、はい、と鶏胸肉を 150g、はい、そして野菜は、ジンキさんと同じ 150g 分の野菜を、ちょっと白米が多めってそうですねなるほど、はいはい、そして最初2週間様子見ていただいて、はい、で2週間後また体重測定と、まあ、体のボディチェックを行って、はい、それからまた食事の変化っていう感じですね、はいはい、で本日はちょうどさっき数字を聞きしたんですけど、180g、150g っていうのが、はいはい、たまたまお弁当を、はい、
150g のご飯とたまたま胸肉 180g のお弁当を用意してきたので、さすがたまたま、え、もし新規さんね、あ、俺もたまたま、さっき言われてましたよね、なんかちょっとあの別の部屋でちょっと見せていきます。はい、じゃあお弁当、たまたまね、あの言ってもらったグラム数と、ね、食材でお弁当をねちょっと作ってきたので、まあ、まず白米チンしたまま、チンしたまま、何グラムでしょう、180です。これが胸肉ですね、よいしょ、胸肉が150で、ほうれん草ともやしのおひたし、これも150g、野菜なんですけど根菜が入ってなければいいかなという感じですね。葉物葉物、はい、根菜の糖質もそれほど多くはないので、まあ大丈夫は大丈夫なんですけど、根菜で取るよりもあのお米から糖質はしっかり取りたいっていうので、はい、まあ、葉物メインとしたお野菜を使っていただく感じですね。鶏ハムですか、これは、鶏胸肉を低温調理したやつです。おめっちゃ美味しいですよ、すげー、タレつけて柔らかく食べれるやつなんで食べてほしいです。はい、じゃあ僕がご飯が 200g、 鶏胸肉 200g と野菜 150g ぐらいかな、だ、はい、骨は茹でて25分ぐらいもずっと低温調理で茹でてください。僕たちはあの爆食をした後に半年間これだけです。気をつけることとか、はい、これをやっちゃうとダメだよっていうような食事について、まず気をつける点は4食取っていただくんですけど、はい、その4食を、まあ、起きてる時間の間に振り分けてもらう。で、例えば、まあ、その食べる時間がなくて1食抜いてしまったとか、理想は4時間起きとかに食べていただきたいんですけど、それがもう8時間空いてしまったとかっていうのを気をつけていただきたいですね。3時間から4時間の間隔で食事を入れてもらう。もう食べることもトレーニングにかな。そうですね、時間が来たら入れるみたいな。時間がいらなきゃいけない。なるほど、工場やな、筋肉工場になるからね。で、やってはいけないことはですね、はい、減量してる方耳にするんですけど、切れ食いっていう言葉があって、あ、はいはいはい、まあ、この普段の食事をやってます、はい、でずっと同じ食事だとやはりストレス溜まるし、食べたいものが出るじゃないですか、はいはいはい、その時にもう切れてしまって、はい、バーッと食べてしまう、あ、もう暴飲暴食ですよね、はい、っていうのがないようにこう気をつけていただきたい。無理やな、切れそうやな、すぐ切れてますもう今でもちょっと切れそうです。早っ。ちょっと色欲しいもんね、切れそうですよね、茶色、もっと茶色いもんね。でまあ、そう切り食いしないようにこの食材を書いていく。なるほど、ずっと鶏胸肉だけど飽きるんで、うん、牛、魚、卵っていうのをローテーションでなるべく飽きないように、うん、はい、続けていくことですね。わかりました。プロテインとかの摂取するタイミングとかっていうのをこう詳しく教えてもらう、はい、量とタイミングですかね。そうですね、はい、プロテインは基本的にトレーニングの後に1回っていう形ですね。でこれも体重によって変わってくるんで、おすすめのプロテインとか、どういうものがいいのか詳しく教えていただきたい、はい、そうですね、おすすめのプロテイン、あ、今自分が飲んでるやつあるんで、はい、それをおすすめします、はいはい、こちらの、はいはいはい、見たことありますね、見たことあります、はい、